宇宙は脳で、脳は宇宙。マリサ？く。脳は宇宙で、宇宙は脳。マリサやばいって。救急車呼ばなくちゃ。おいおい、冗談だよ。なんだよ、びっくりするな。本当に頭がおかしくなったかと思ったじゃないか。すまんすまん。でもこの宇宙はもしかしたら、何かの生物の細胞なのかもしれないんだ。何言ってるの？もしかしたら、霊夢の脳みそは、宇宙かもしれないぞ。やっぱり救急車呼ぼうかな。一応確認なんだけど、これは冗談？それとも真面目に言ってるの？真面目に言ってるぞ。精神病院がいいのかな？私の話を信じてくれていないみたいだな。そりゃそうでしょ。じゃあこの画像を見てみてくれ。さあ、これは何でしょう？宇宙のどこかの画像じゃないの？惜しいな。これは、宇宙物理学の国際宇宙チームが、コンピュータシミュレーションを使って、宇宙が成長する様子を再現した画像なんだ。へえ、そうなんだ。じゃあ次はこの画像だ。これは何だと思う？え、何って、さっきの画像とほとんど一緒だよ。さっきの画像を加工したとか？ブブー、違います。じゃあ溶岩の流れとか？ブブー、ブブー。なんだよ、腹立つな。これは、マウスの脳内神経細胞なんだ。え？これは、マウスの脳内神経細胞が、接続している様子をわかりやすくするために数ミクロンの細胞を、染色して撮影したものなんだ。本当にマウスの脳内神経細胞なの？そうだぞ。驚いただろ？驚愕だよ。マウスの脳と、宇宙が一緒じゃないか。だから言ったじゃないか。脳は宇宙で、宇宙は脳だって。そういうことだったのか。ちなみに今紹介した2枚の画像は、2006年8月14日に、アメリカのニューヨークタイムズ紙が掲載して、世界中で話題になったんだよ。そりゃ話題になるよね。中国の医学の考え方に、天人合一思想ってのがあるんだ。どんな思想なの？天と人は、対立するものではなく、本来は一体となるもので、人体を一つの小宇宙として考えて、宇宙の摂理が、人体に大きく影響を及ぼし、人体の変化は、自然の摂理によるもの、と考えるという思想だ。まさにさっきの画像のことじゃないか。さらにイタリアの、ボローニャ大学に所属する、天体物理学者のバッツァ氏と、ベローナ大学の脳神経外科医のフェレッキ氏は、ある研究を行ったんだ。その結果、実は脳の神経細胞と宇宙には、共通の法則が働いているんじゃないか、という研究成果が、2020年11月に発表されたんだ。そんなバカな。さらに宇宙の大規模構造と、ニューロンネットワークに、科学的な類似性が見られるということもわかったんだ。ニューロンネットワーク？それぞれ説明していこう。まず宇宙の大規模構造とは、宇宙の中で、銀河の分布が示す、巨大な泡のような構造のことだ。地球は、太陽系に属する惑星の一つだな。うん、そうだね。ただ太陽系は、あくまで、星々の集まりの一つに過ぎない。そして太陽系を含む、近所の星々たちは、天の川銀河のほんの一部だ。ふむふむ。天の川銀河は、極部銀河群と呼ばれる、40から50個で形成される、銀河集団の一つなんだ。でも極部銀河群は、乙女座超銀河団のほんの一部で、乙女座超銀河団は、巨大な構造の一部分なんだ。このような構造を、宇宙の大規模構造と言うんだよ。宇宙って広すぎるよな。次に、ニューロンネットワークなんだが、これは宇宙の大規模構造と、似た構造を持っているんだ。へぇ。脳内には、ニューロンと呼ばれる電気信号が走っていて、情報をやり取りをする、特殊な神経細胞があって、樹状突起と、軸索と呼ばれる、細長い構造を持っているんだ。ほうほう。ニューロンは、軸索を、別のニューロンの樹状突起と繋ぐことで、ネットワーク構造を形成していて、軸索と樹状突起の接続部分には、シナプスと呼ばれる隙間が空いている。電気信号が、A のニューロンから放たれて、シナプスに来ると、神経伝達物質がシナプスを通じて、B のニューロンが持つ、レセプターと呼ばれる構造でキャッチする。このようにして、ニューロン同士のネットワークが形成されることを、ニューロンネットワークと呼ぶんだ。なるほど。難しいけど、ニューロンが、脳の電気信号を繋いでいるのはなんとなくわかった。でもこの二つの、どこに科学的な類似性があるの？類似性の一つ目は、両方とも、ネットワークを持っているところだな。神経細胞と銀河は、約27桁ほど大きさに差がある。27桁って何なんだ？
ところが人の小脳は、約690億個の神経細胞で構成されているのに対し、宇宙を形成する銀河同士のネットワークを、コズミックウェブと呼ぶんだが、このコズミックウェブは、約1000億の銀河で構成されているんだよ。あれ？思ったより数に差がないね。それに、脳は神経細胞、宇宙は銀河というネットワークを形成しているだろ？うんうん。神経細胞と銀河の大きさは、ある程度決まっているところも共通点だな。へえ、銀河の大きさも限界があるんだ。さらに小脳の神経ネットワークを、1マイクロメートルから 0.1 ミリメートルの倍率で観察したところ、物質の分布が、シミュレーションから得られた500万光年から5億光年の範囲のコズミックウェブと同じだったんだよ。それがこの画像だ。左側が小脳を40倍に拡大した画像で、右側が3億光年の範囲のコズミックウェブの画像だ。おお、めちゃくちゃ似ているとまでは言わないけど、パッと見た感じが似ているね。だろ？それに、ノードをつなぐフィラメントの数にも共通点があるんだ。ノード？フィラメント？何それ？ノードとは、結び目、接、集合点を指す言葉で、フィラメントとは、連続した、極めて長い繊維のことだな。ふむふむ。コズミックウェブには、フィラメントは平均 3.8 から 4.1 本。脳の皮質は平均で、約 4.6 から 5.4 本だ。おお、かなり近いんだね。あと、両方ともノード周辺に、結合の塊が形成されているんだよ。かなり共通点があるなぁ。面白。まだまだこれだけじゃないぞ。まだあるの？脳の約 77% は水でできている。対する宇宙は 72% がダークエネルギーでできているんだぜ。なんだ？ダークエネルギーって何？ダークエネルギーは宇宙全体に浸透していて、宇宙の膨張を加速させていると考えられる仮説上のエネルギーのことなんだよ。へえ、宇宙にはそんなエネルギーもあるんだ。存在が決定的に見つかったわけではないんだけどね。脳の水も宇宙のダークエネルギーも自ら作用することはなく内部に浸透するところも共通点で、人間の脳の記憶容量は 2.5 ペタバイト、銀河の複雑さを記憶するのに必要な容量は 4.3 ペタバイトだ。ほえー、脳と宇宙ってこんなにも共通点があるんだね。本当に宇宙って何かの脳みそなんじゃないかって思っちゃうね。もちろん宇宙は脳ではないし、脳は宇宙でもない。さっき私が呪文みたいに唱えていたのは、冗談交じりだけどな。本当にマリサの頭がおかしくなったのかと思ったけど、これを知ったら、冗談とはいえ、半分本当で半分冗談みたいな感じだよね。もしかしたら、私たちは本当に、何かの脳内で生きているのかもしれないしな。でもこれって、たまたま共通点が多いってことなの？それは何とも言えないな。これは脳と宇宙が同じ物理法則のもとに出来上がっている証拠かもしれない。とはいえ、それを証明できるほど研究は進んでいないんだよ。ええー、もっと研究してほしいなこれ。もう一つ面白い考察があったから紹介するぞ。どんどんください。これは、神戸東洋医療学院附属治療院の鈴木孝子先生が、病院のホームページのブログに投稿した考察だ。ほほう、聞かせてもらおうか。2019年7月23日の投稿なんだが、そこにはこんな画像が添付されてるぞ。お、これは、夜景かな？これは夜の東京を上空から撮影した画像だ。霊夢、この画像に見覚えはないか？あ、宇宙の構造とマウスの脳内神経細胞だ。その通り。何が言いたいのかというと、もしかすると宇宙も脳も効率的に成長や進化をしようとすると自然とこんな形になっていくんじゃないか、ってことなんだよ。なるほど。効率的に進化しようとすると、重要な部分が集まって、そこから枝状に広がっていく感じになるのか。めちゃくちゃ面白い考察だね。それにしても、宇宙と脳の細胞がそっくりだったことは、衝撃的だったよ。宇宙はとてつもなく広くて、謎も多い得体の知れない存在だ。でも脳は、私たちの体の一部であり、生きていくのになくてはならない存在だ。これだけかけ離れた存在なのに、共通点がたくさんあるのはなぜなのか。とても気になる研究テーマだよな。宇宙と脳の共通点か。もしも私たちが、何かの脳内で生きてるんだとしたら、私たちはただの細胞ってことになるんだね。ただ最近の医学の世界では、人間の臓器は、それぞれが意識を持っていて、それぞれの判断で動いている、なんて言われたりもしてるからな。そうだとしたら、私たちが細胞かもしれないって可能性も、本当にあるんだね。
だとしたら、細胞が人間の全容を知るなんて無理だもんなー。やっぱり宇宙のことを、全部解き明かすのは無理なのかな。もし細胞だとしても、投げやりに生きたら、癌細胞になってしまうからな。細胞は細胞でも、健康で素晴らしい細胞として私は生きたいよ。じゃあ私は、マリサに命令する細胞になりたいな。なんでだよ。マリサに命令されて動くなんて、絶対嫌だもん。癌細胞め。